こんにちは、ゲーミングハウスカクタスのゆうすけです。今日は工業アドオンの紹介をしていきたいと思います。いろいろ工業系のアドオンがあったんですけど、よりモッドに近い方がね、皆さんもこう遊んでいて楽しいんじゃないでしょうか。今回はモッドのように少し複雑だけどサバイバルでじっくり遊べるようなアドオンを選びました。今回紹介するアドオンはこちらです。アドバンスドマシナリー、読み方むず。このアドオンでできることは発電、蓄電、アイテムを運搬するレーンの作成、鉱石の自動採掘、農業を自動化、釣りを自動化。まあこんな感じで電気を源にいろんな作業を楽にしてくれるアドオンとなっております。今回は電気を発電し、それを貯蓄するっていう作業ができたらいいなと思っています。それではよろしくお願いします。カクタスゲーミングハウスということで、世界にやってまいりました。もうね、アドオンをやってる時がね、一番楽しいって言ったらね、嘘になるんですけど、やっていきたいと思います。そうですね、このアドオンを追加すると、まず下の方にこのようなね、アイテムが追加されると思います。大きく分けて2つあります。電気を発電するもの、もう一つは電気を使うものですね。電気を使うものはさっきちょっとオープニングでチラッと言ったように、まあ自動採掘ですとか、まあ自動釣りなんかをすることができます。まずですね、これ、スポンパワーコアっていうのを置きます。これ何かっていうとですね、発電した電気を貯めることができます。じゃあどうやって発電するんだよって話なんですけど、このようにね、アイテム欄の一番下に行くといろんなツールがあるんですけど、この緑色ですね、緑色でなんとか RF 毎秒って書かれたものが発電機となっております。アドバンスソーラージェネレーター。何かあるかな？これですね。バイオジェネレーター。ドラゴンエッグジェネレーター。ラバージェネレーター。普通のソーラージェネレーター。ウォーターフォイルジェネレーターなどがあります。今、太陽が出ているので、こちらの、ソーラージェネレーターを使って発電していこうと思います。ソーラージェネレーターの発電方法はとても簡単で、このように設置してあげるだけで大丈夫です。少し待ってから、スポーンパワーコアを右クリックすると、なんとか RF って出ると思います。しっかり発電されているようですね。他にもバイオジェネレーターだったら、このように種とかを中に入れてあげると発電することが可能です。またスチームジェネレーターの場合は中に、マグマを入れてあげると、あっつ、間違えました。こちらのスチームジェネレーターではなく、よく似たラバージェネレーターの方に溶岩を入れると、はい、ちゃんと入りましたね。発電してくれるみたいです。ということで、いかがだったでしょうか。こちらの動画では発電の仕方と貯蓄の仕方を紹介しました。次回は実際に貯めた電気を使って運搬レーンの作成ですとか、自動マイニングなんかをやっていきたいと思います。それでは最後までありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。